一度も経験したことのない国です。皆様こんにちは、ナビゲーターのミレーです。今日もご視聴いただきありがとうございます。本日のテーマはこちらです。尿素水で奔走する韓国政府、ついに軍の備蓄分を放出する案が浮上。日本にも打診しているみたいですね。先日もお伝えしましたが、ディーゼル車全般に必要な尿素水に対して中国が輸出規制をかけたのは10月15日のこと。それからもうすぐ1ヶ月になるのですが、韓国ではこの問題をしばらく放置していたために今大混乱に陥っています。この後に及んでムン大統領はあらゆる方法を使って素早く対応するようにと危機感を感じているのかいないのかよくわからないことを言っています。口だけなら何とでも言えますからね。韓国政府は日本を含めた10カ国と交渉中のようですが、我が国は残念ですがお力になることはできません。なぜって？言わなくてもお互い分かっているはずですよね。こちらではこのニュースについてのメディア報道や注目点、また韓国や日本国内の反応など今日もしっかりお伝えしていきますね。11月8日付韓国中央日報によると、名前も馴染みが薄い物質一つのために韓国全土が悲鳴を上げている。ディーゼル車が排出する煤煙を浄化する尿素水で、これがなければすぐに全国の物流の責任を担うトラックだけでなく、産業用ダンプトラックと緊急を要する消防車とパトカーの相当数が止まるほかないためだ。想像もしたくないが、もし尿素水の在庫減少で韓国が麻痺すれば、1日3000億ウォンに達する莫大な被害が予想される。実生活とあまりに密接に関連しているため、長期化すれば国民が耐えなければならない直接間接被害は推定することすら難しい。政府の対応はお粗末なことこの上ない。代案を素早く探すどころか、安易な対応でかえって危機を拡大した。在中韓国大使館は中国の輸出制限初期に、通常の手続きが進行中で心配する必要はないとご判断した。今になって尿素水対応のタスクフォースを稼働したりしているが、実効性のある対策を用意できておらず、ようやく他の国と輸入協議に乗り出していると報じています。尿素水のほとんどを中国に依存している韓国ですが、中国が輸出制限を発表したのは10月中旬以前です。およそ1ヶ月間韓国政府は何をやっていたんだと当然国民は怒っています。中央日報の記事によると、国政調査という政治省に夢中で対策作りのタイミングを逃したのだそうです。確かにこちらでも取り上げたほどには韓国の国勢調査いろいろ盛り上がっていましたからね。東大元暮らしをまさに地で言っている感じがいたします。そういえばコロナが流行しだした頃に、日本の国会では野党が桜を見る会について安倍元首相を追及していましたが、今回はそのような既視感さえ覚えます。危機管理意識に乏しく、見栄えばかりを気にしているところが両者ともそっくりですね。それはさておき、記事の中でも紹介されていましたが、そもそも大問題になったきっかけは、中中国韓国大使館が大丈夫大丈夫、通常の輸入手続きが進行中だからと大切な判断を間違ってしまったことも大きそうですね。いつものように
だったらいいなが、そうであるに違いないと願望が脳内変換されて大丈夫という確信に変わった様子。でもこれを繰り返しているようでは、韓国政府は危機感を持った対応策なんて考えることはできません。中韓中国大使は8日、韓国の国会で共に民主党の議員らと会談し、特定の国を狙った措置ではない、近いうちにいいニュースを伝えられるように努力すると、またふわふわっとした発言をしています。それに対して与党共に民主党の広報担当は、中国が故意に輸出制限をかけたわけではないことは明確に確認した、過度の不安は感じなくてもいいと、事実今不足しているというのにこちらも生ぬるいことを言っています。まずはオーストラリアやベトナムから尿素を緊急輸入するようですが、まさに焼け石に水、必死にかき集めたようですが、それらはたった2日分に過ぎません。ヨーロッパ旅行を存分に楽しんで帰国したばかりの文大統領、早々に大ピンチを迎えているようですね。最近の報道では、文大統領が岸田首相との出会いを狙っていた気候変動に関する国際会議の COP26 で、韓国の環境部が中国の生態環境省の次官、そしてインドネシア環境森林省に対して尿素水売ってくださいと泣きついていたことが判明しています。仕事はされていたのですね。でも環境の話をしにイギリスのグラスゴーまで来たというのに、いきなり尿素水の話をされても担当が違うので困りますよね。日本だったらこれは経済産業省が扱う案件です。現在韓国はおよそ10カ国と交渉しているようですが、その中には私たちの日本も含まれています。あれれれ、日本製品不買運動はもう終わってしまったのでしょうか。そういえば11月1日に韓国のホン・ナムギ経済副首相兼企画財政部長はロンドンで開かれた韓国経済説明会で、日本の輸出規制で大打撃を受け、韓国政府は戦略物資の競争力強化に取り組んだ、もう国内で満たすことができる、日本の輸出規制がワクチンの役割をしたと、かなり強気な発言をしていました。言いたい気持ちはわかりますが、この時期強気な発言はやっぱり控えた方が賢明でしたね。これが物資の調達を懇願するつい1週間前ですから、救われません。政府間でどのような交渉が行われているのかは分かりませんが、海外の商品を直接購入できるプラットフォームを提供する韓国の e コマース、これは電子商取引、インターネットで物を売買する形態のことですが、その e コマース関連企業がアメリカ、ドイツ、そして日本で販売されている尿素水を急いで確保し、韓国に空輸で運び込んでいるようです。先ほどアマゾンジャパンで尿素水の商品名アドブルーを検索したのですが、見事に一時的に在庫切れ、入荷時期は未定ですと表示されていましたので、今後一時期のアルコールやマスクのように、日本国内でも尿素水の全国的な品薄、そして値上げが予想されるところです。尿素水を必要とされる方、打つ手は限られると思いますが、くれぐれもお気をつけくださいね。韓国政府の御用マスコミに成り下がったハンギョレ新聞でさえも、打つ手のない韓国政府とムン政権に対して厳しい態度を示しています。ただ物流が止まれば新聞社にとっても死活問題となりますので、これは致し方ありません。振り返ってみればこの問題、まず10月11日に中国による輸出制限がニュースになり、15日から制限措置が施行、
それに対して韓国政府が動き出したのは今月に入った11月2日です。2年前の日本政府によるホワイト国除外から彼らは何も学んでいないようですね。例えばソウル市のゴミ収集車のおよそ半数が尿素水を必要とする車両です。現在確保している尿素水はおよそ3週間分。このままいけば12月初旬にはゴミ収集ができなくなるということです。ふと思い出したのは10年前のイタリアのナポリだったのですが、当時ナポリではゴミが収集されず街中がゴミだらけになっていましたよね。確か原因はマフィア絡みだったと思いますが、ゴミへの放火もあったりして地獄絵図化していたことを今でも鮮明に思い出します。今はどうなっているのか気になりますが、ナポリの人口はおよそ300万人。それに比べてソウル市だけでもその3倍となる1000万人弱の人口です。しかもゴミ収集だけでなく、バス、トラックはもとより消防車、救急車などの命に直接関わる車両までが動かなくなる事態に陥ったら、お隣は一体どうなってしまうのでしょうか。これは危機管理能力のない政治家を選ぶとこのような事態に陥るという、日本も学ぶべき教訓なのかもしれません。何より韓国が今後どのように動くのか、今後もウォッチしていきたいと思います。今回のニュース、韓国からも多くの声が寄せられています。次にその一部をご紹介いたします。あれ、中国の輸出制限に対して非難の声が全然聞こえてこないようだけど、なんかおかしくないですか？きっとこの後オーストラリアまで軍用機を飛ばし、尿素水を手に入れたぞというショーが始まります。中国とオーストラリアが石炭で揉めていたのは1年も前の話です。危機管理能力が不足しすぎだと思いませんか？中国製品不買運動を早く始めましょう。大統領職って楽なのですね。何か問題が起こったら全力で対処せよって言うだけで済むのですから。やっぱり活動家出身の政治家はダメですね。ギャーギャー騒ぐことはできても肝心の対案がありません。日本の輸出制限の時みたいに早く国産化するって言ってください。ムン大統領はたった一つの公約だけは守ったようですね。一度も経験したことのない国を作ります。こうなったら私たちはムン大統領を拘束するために全ての手を尽くしましょう。軍の備蓄分を放出するのは絶対ダメです。もし日本が襲ってきたらどうするのですか？終戦宣言にこだわりすぎたようですね。この政権は国の安全保障まで食い尽くすつもりです。危機管理能力がまるでないことがこれで明らかになりました。一つの政権でここまで国を滅ぼすことができるのですね。我が国が必要とする尿素水の 97% が中国産だということは、今戦争が起こったらうちは 100% 負けるということです。現実を直視できない無能な大統領は国を滅ぼすということです。日本に対しては竹槍歌を歌っていた市民団体、今回はやけに静かですね。中国依存度を下げる努力を私たちはしていたのでしょうか？中国からは未だにコロナで痛い目に遭っているというのに、私たちはずっと日本しか見ていなかったんです。以上は韓国からのコメントでしたが、日本からはどのような声が上がっているのでしょうか。輸出管理の時も
輸入先を見直すって言ってませんでしたか？確か素材の国産化を目指す、すでに開発はできているって言ってたはずですが、今さらなぜこんな騒ぎになってるのか不思議です。以前は困った時の日本頼みが確立していたと思うのですが、今の日韓関係ではこれができないのが面白いですね。まさに自業自得です。韓国を壊滅させるのに武器や兵隊は必要ないということが明らかになりました。フッ化水素より尿素水の自国生産に注力するべきでしたね。反日に傾斜するあまり長期展望を見失ってしまった結果です。輸出規制した中国に不買運動を仕掛け、国産化に成功したと毎週言い続ければなんとかなるでしょう。本当に不思議ですね。なぜ日本にお願いする発想ができるのでしょうか。まるで信じられません。こんなのはありえません。なぜ日本が頼まれないといけないのでしょうか。韓国への愛はないのかっていう言葉が久々に聞けそうですね。尿素水2万リットルポッチのためにオーストラリアまで軍用機が飛ばせるぐらいなので、 F-35 のメンテナンスの問題はすでに解決したってことですね。国の存亡がかかった時こそ、お友達の少ない国は悪い意味で目立ちますね。どうしても日本には頭を下げるのがいやらしい。軍のディーゼル関連物資をいくら民間に横流ししても大丈夫です。もともと北と戦うつもりなんてないのですから。もうすぐ終戦なんだから、軍の物資を使えばいいと思います。備蓄しておいても仕方がありません。その優秀な頭脳で、尿素水不要の浄化装置を搭載したトラックを早く開発してください。イギリスのグラスゴーで開催されている気候変動国際会議 COP26、 11月4日グローバル脱石炭声明に韓国政府は署名したばかりです。中国、インド、オーストラリア、アメリカ、そして日本はそれに署名していません。ちなみに韓国の石炭発電比率は 40.4%、 そして日本は 32%。 脱原発を推し進めるムン大統領ゆえ署名は当然なのかもしれませんが、国民は石炭に代わる代替エネルギーについてとても心配しています。尿素は石炭や天然ガスからアンモニアを抽出し、そのアンモニアに二酸化炭素を注入してできますが、尿素水はその尿素に蒸留水を混ぜたもの。こちらももちろんご存知ですよね。尿素水国内供給分の国産化に成功なんてニュースが早くお隣から聞こえてくればいいのですが。皆様のご意見ご感想をお待ちしています。評価クリックやチャンネル登録をしていただけるととても励みになります。今日も最後までご覧いただきありがとうございました。